高田チャンネルです、今日はですね、南青山の B&B イタリアさんのショールームに来ておりまして、なぜここに来ているかというと、僕も大好きで使っているイタリアの、バッグレザーブランドかセラピアンさんと、イタリアの家具ブランドアズチェナさんがコラボレーションしてスペシャルな椅子を発表されたということで、今日こちらにお邪魔しています。ちょっと中の様子も見ていきたいと思います。こちらが B&B イタリアさんのショールームですね。でこの1階のショールームの奥のスペースで今回はアズチェナさんとそれからセラピアンさんバッグを利用されているということです。今日こんな服装で来ております。ちょっとカジュアルですね。バルスターにベルイチを履いています。さあこちら中なんですけど、セラピアンさんを代表するトートバッグですね。この特徴的な、ハンドル位置のつまんだトートバッグですとかブリーフケースとか、それからちょっと機能的なこういったバッグパックなども展示をされております。で今日僕はこのオーダーをさせていただいたセラピアンのバッグを持ってきております。でこの辺りご覧いただいているのが、次の新作のバッグなんですけども、すごい良かったのがこのネイビーとブラウン、この組み合わせのカバンがすごく上品でかっこいいですね。これはブリーフケースとそれからボストンもあり、さらにこういうお財布、小物類もこの組み合わせで提案されています。でこちらの、定番のカシミヤっていう素材ですかね、結構型押しの雰囲気のあるレザーなんですが、これのこういったブリーフもあります。でこちらは新素材のエコキャンバスを使ったブリーフケースとそれからバックパックということですね。でセラピアンはもともとイタリアに古くからある、割とこう職人気質なバッグブランド、レザーブランドだったんですが、数年前にリシュモングループに入って、かなりこうラグジュアリーな雰囲気がまた出てきまして、すごいこう注目のブランドなんじゃないかなと個人的にも思っているんですが、今回この日本でこういったプレゼンテーションすることで日本酒を運ぶキャリーケースのここに展示されています。ここにこうマスを入れるところがあったり、この正面はこの正面に日本酒をこう入れられるようになっていると、非常にラグジュアリーな、これで日本酒持ってこられたらかなりびっくりするような、そういったものになっています。でこの辺が、コンビネーションのバッグですかね。女性用のちょっとコンパクトなバッグなんですが、これも非常に素敵なバッグですね。で今回の、コラボレーションしているシェアがこちらです。イタリアの家具ブランドのアズチェナさんとコラボレーションして作成されたチェアで、椅子のこの座面ですねがセラピアンさんのモザイコという編み込みで表現されています。非常にかっこいい雰囲気のある椅子ですね。でこれは、セラピアンさんと日本だと銀座6で受けられるオーダーサービスの案内ですね。こういうイニシャルを入れたりとか、モデルを選んでさらにこの
革の色、それからモザイクですね、この間に入っていく色も選べるので、かなりの色のバリエーションが楽しめるオーダーになっております。こういう発色の色も素敵ですね。これが先ほどお伝えした、僕がオーダーさせてもらったバッグなんですけど、今回、セラピアの3代目のジョバンニさんも来日されてまして、その彼が使ってたカバンも同じ形でオールブラックで仕上げてあるカバンですね。これもかっこいいですね。このシリーズも本当に軽くて柔らかくて、で容量がものすごく入るので非常に重宝してまして、1泊2日ぐらいの出張とかだともうこれあれば全然大丈夫なぐらい、役に立っているというか、すごく気に入って使っているカバンです。セラピアンさんは、このビスポークに関しては縫える職人さんが世界に4人しかいない。なのでこういう作っていただいたバッグにもその職人さんの名前がこういう風に記載されてくるっていうのが特徴ですね。これはアレッサンドロさんという方で、フィレンツェでこのバッグを作ってくださったそうです。もう本当世界に1点だけのバッグなので非常にこう思い出のあるところか大切に使っていきたいと思えるバッグですね。でせっかくなので、はい、今日伺った B&B イタリアさんについても、はい、ちょっとザクッとご説明いただければなと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。B&B イタリアはイタリアでコンテンポラリーパリジャーとして、まあその時代にあったあの感性とあと最先端の技術を使ってあの家具を製造しているような、こちらにまあフレスジのが印象的で、まさにキャップがない構造なんですけども、それによってすごくこう浮遊感のあるようなデザインなんですけど、これがあのリアンビタリアが開発した低温発酵モードなんていう、まあ、高級感を持っているものです。今まであの東京カフェでそういう作り方になっているので、60年代の話なので、世界的に有名なものです。こちらも同じ製法でというかですかね。はい、最近はこういうちょっと奥行きのかなり深いソファーというのがすごく人気で、あの、まあ、新しいシリーズが出るとこういう形ですけども、重量です。なるほど。なるほど。じゃあここだけじゃなくて、はい、3階も直接行けるんですか？そうですね。はい。なるほど。至る家具もどれも素敵で、このバッグと雰囲気がまたすごい合っていい空間ですね。ありがとうございます。さっきまでキャンバスを置いてたところ、また商品が入れ替わってまして、このモザイクシリーズのこの定番等々型ですね。それから黒と茶色のコンビの PVC カバンですね。これもかっこいいですね。でこれは型、シボ側か、シボのあるタイプのこういうコンビのラインにつけているモデルになります。同じ形なんですが、使っている素材が変わるだけでかなり表情があります。はい、という感じで今日は B&B イタリアさんでセラピアのバッグと家具のコラボレーションですねをお届けしました。もうイタリアの本当に上質なエレガントで、まあ、ちょっとこう色気のあるそういった素晴らしい展示、そして家具バッグだったんじゃないかなと思います。それではまた。